ヒジティどうも、佐久間です。というわけでですね、1月26日にですね、ワールドワイドというイベントがありました。お疲れ様です。そのダンスのイベント、めちゃめちゃ最高でした。ダンサー、当然40人ぐらいいたんですかね。人生で初めてバックダンサーを連れてのライブでした。で、その動画がちょっとあるんで、皆さんちょっと見てもらいたいなというわけで、ちょっと見てください。どうぞ。ごめん、おはよう。おはよう。本当はもう一人ね、せいがいるんですけど、せいはインフルエンザというわけで。え、やばい、インフルエンザ。いや、もう俺だって会ってないもんだから。さあ、今からリハです。でかいね、このエレベーター。おはよう。あーあー、おー、すごいね、これは。で、こっち側に中2階みたいな。というわけで、今日は頑張りまーす。カメラマンしてほしいんだけど、絶対ライブ中邪魔にならないようにしないとダメだよ。ぶつかったりしたらめっちゃおもろい。考えてなかった。考えてなかったでしょ。逃げ場はあの2つだから。俺、あのスペースあるから。せっかくで、ここの縁のところ入れますよ。はい、大丈夫ですよ。女の子みんないい匂いするわ。今日よろしくお願いします。ありがとうございました。もう本当に一回きりなんで、本番は悔いのないように全力で踊ってください、はい、僕も悔いのないように全力で歌います。よろしくお願いします。俺ら忘れてた、ちょっと背中叩いたりしてください。よろしくお願いします。はい、だから今日やってるぞ。あライブ来るんだろうなって女の子が超ガミしてるのが一番恥ずかしかった。さあ、6名さん、はずさあ、6番でしょ。6番で、6名だから6番だよ。どうすか、興奮してきた。あ、興奮してきた、いいね、楽しんで。それでは出発です、チャンピオン、いってらっしゃい。いってらっしゃい。おいや、今日ライブ頑張ろう。いや、頑張ろう。よっしゃ、気合入っていきますよ、今日も。頑張ろう。というわけで、そろそろ出番です。頑張りたいと思います。パーティーするぞGo!
はい、というわけで、こちらの、ライブのですね、映像はアマリリスのチャンネルの方で上がると思うんで、よかったらそちらの方チェックしてみてください。というわけで、そのダンスの子たちにですね、お便りをもらいました。いやー、女子だね。こんな感じでアルバムをいただきました。もうこの中にはですね、こう一人一人のメッセージとか書いてあって、ダンサーの皆さんありがとうございます。で、セイ、はい、ちょ、お前来い。失礼します。はい、ですね、こちらセイくん、僕のですね、こうカメラマンとかや、編集とかちょっと手伝ってもらってるんですけど、この人のダンスの日に風邪をひいてしまい休みました。拍手のテンションじゃないんだ。いや、もうセイもね、ずっとアマリリスのライブとか見てて、一緒のステージ立ちたいって言ってくれてたんですよ。風邪ひきました。いや、お前何やってんの。でよ、俺もこうやってアルバムいただきました。このダンサーの子たちはみんなその日風邪ひいて来ないなんて知らなかったわけよ。もらったんでしょ。ちょっと見してよ。みんなでさ、よかったね、こう2ヶ月間3ヶ月間練習してよかったねっていう思いをぶつけたのステージ。はい、どんなお二人が書いてるんですか。そうですね、ちょっと結構ヤバかったんでしょ、結構この当日26日は。もうあの視界がブワーンってなってた。バカ野郎お前体調管理しっかりしないと。すいません、本当に、うん、お便りをくれたね、うん、そう、皆さん本当ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもうね、体調管理気をつけるってことも帰っていいから。あ、よかった。もう家帰っていいよ。家、うん。というわけで、皆さん、見に来てくれた方もありがとうございます。動画お楽しみに。というわけでですね、こんなん届いてるよ。よいしょ。あー、あじゃあ、あー、なにこれ。ジェネスワンからなんか届きましたね。聞いてないよ、届くなんて俺。なんでちょっと皆さんと一緒に開封していこうかなと。俺んとこだけめっちゃ来るな。まずはこちら、じゃじゃん。おお、アマリリスバブのライブ DVD ですね。10枚もいただきました。俺が結構前に変なことつぶやいたからだ。自分たちの CD10 枚よこせって言ったらダメだと言われたって。うん、大人げないこと言ったから向こうがすっげえ大人な対応してきたわ。じゃあこっちはなんとなく予想つくわ。あー、すごい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 、じゃじゃーん。俺らが作った CD です。一番最初にリリースしたの。わ、あ、これだ。もうこんなゲットできないけど、異色ファーストミニアルバムですね。で、その後がカオスだ。これだ、カオス。これが2枚目のミニアルバムですね。次出したのがファーストシングル、夏はロックオン。で、その後はベーシック、セカンドシングルですね。で、その後にブルーム、これが、初めて出した EP ですね。で、次に出したのがサードシングル、エモーション。で、その後に最後サードミニアルバムになるんですかね。メイドイン AB というわけで。で、その間にもですね、気分上々リリースできたりとか、ネオキンダーレコードっていう自分たちが所属していたレーベルで、アルバムを作ったりとか。そのアルバムは2枚作りました。2枚目は結構アマリリスがっつり絡んで、いろいろお手伝いができたかなというわけで。結構やってんね、4年間でありがとうございます。で、私、インディペンデントという曲を、曲というか、まあ自分が思ってることをちょっとラップしてみたんで、よかったら、時間がある方は聞いてみてください。まあこれからもいろいろ支えてくれた方たちのおかげで、こうやってまた独立してツアーができたりとか、日頃の積み重ねだなと、こういうのを見ると思いますね。はい、というわけで今日の動画を見てくれてありがとうございました。そのダンスの動画はアマリリスのチャンネルで上がると思いますので、よろしくお願いします。というわけで、チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあ、マジで楽しんでください。やってるぞー。寂しがりや、目にはたまる涙、リハの後のサイファー、ベッド乗ってチェッカー、蹴ったわけじゃない、ベッシッてベッミライゲッシッて結果生み出す、もう過去は見れない、お揃いのシーカーに火をつけていた、マニタイムオーナー欲しいの